ロベルト・プンチェツは、クロアチア出身のサッカー選手。スポルティング・カンザスシティ所属。ポジションは DF。地元クラブである NK バルテクス・バラジュディンのアカデミー出身。2008年11月2日、HNK ハイドクスプリト戦でトップチームデビュー。プロデビューから最初の2シーズン合計でリーグ戦27試合に出場した。クラブの給料未払いをめぐって、 クロアチアサッカー連盟に仲裁を申し立てた後、クラブとの契約を解消し、2011年8月31日に、マッカビテルアビブ FC と2年間の契約を結んだ。2012年7月、1FC ウニオンベルリンに、買取オプション付きのシーズンレンタルで加入。シーズン終了後、買取オプションが行使され 1FC ウニオンベルリンに完全移籍した。 2017年6月、HNK リエカにフリーで加入、3年契約を結んだ。2019年12月4日、メジャーリーグサッカーのスポルティングカンザスシティに移籍することが発表された。各年代でクロアチア代表に選出されている。2011年夏には、コロンビアで開催された 2011FIFAU-20 ワールドカップに参加、全3試合に出場した。 HNK リエカ、ありがとうございます。